じゃじゃーん。じゃじゃーん。二日酔いやから。うん。だねー。うわー、真っ黒。はい。今回これメンテ動画やな。うん。メンテ動画。うん。メンテ動画。メンテ動画。メンテ動画。ああ。あのこれな、うん、多分あんまりみんな買えへんねんな。うん。リアハブダンパーセット。リアハブダンパー。リアハブダンパー。これな、チーズケーキみたいなやつやけど。うん。通称チーズケーキ。通称チーズケーキ。通称チーズケーキ。うん。これをあの、うん、どんくらいの頻度かな。まあほんでなあ、2、3年に1回ぐらい、2年に1回ぐらい、うん、まあ変えといた方が全然走り変わんねえもん。ごっつい変わるから、これもぜひ見ない変えてほしいやつなんです。僕はまあよう変えんねんけどな、うん、あのパンってアクセルましたら、うん、ゴンっていかんとパンってきてピョーンってきてダーンっていくやん、うん、この時にドーンカンあ、関西人っぽいな、なんか詰まりそうよ効果音でこう全部説明するところがもうあの体がな、うん、しんどってな、うん、え二日酔い、そう体がしんどでさ、まあ、昨日も走ってってほのな、腕も日焼けしてしもて、そう、ごっつ日焼けしたな、うん、昨日どこ行ってきた、室戸岬、イエース、もう完成です、早よいしょ、早いこと、チーズケーキ、うん、これどうなるかってな、これこう、カラーが、うん、見て、うん、このな、うん、この方、うん、こう動く、うん、分かる、うん、これまだマシやけど、うん、そうこの方が、うん、あのほんまはな、うん、これスコンと入んねんの、これ、まあ、スコンと入ったらあかんねん、あかんの、いやあかんっていうか、うん、別に性能的には問題はないんやけど、うん、あのギュッと入った方がええんやんか、あこれはやっぱり走るたびに減ってくるみたいな感じ、減ってくる、へあのチェーンでな、うん、ギュッてギュッてこう引っ張るやん、あ引っ張った時の緩衝材やねん、あ緩衝材でまあこのグッグッグッてこうどっちかにこう、うん、まあ、これやったら前に、うん行くときは、うん、グッてこうブロケが回って、うん、これが押されて、ああなるほど、そう今度はずっとここって減っていくやん、うん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 、これを変えたら、うん、全然変わんねん、へえ、走りがどう変わんの、ほらなんかあのチェーンの伝達がようなるから、ああなんか滑らかになるみたいな感じ、そう、へえ、もう外したんだよね、まあでもこれ初めて見たわ、うそ、うん、結構変えてんの、これ変えようの、えどれぐらいの頻度で変えてんの、2年にあそんなもんない、2年に1回ぐらい、やっぱチェックした方がええ項目、そやな、うん、まあ、リサの中も絶対あかんよな、絶対あかんな、うん、加速とか全然変わんねえ、そうなん、うん、へえ、ちなみにこの新品のお値段は、いや半分ランパーセット値段書いてない、うん、高い、いや高い高い、やっぱみんな消耗品あんまりな、うん、気にしてないけど、うん、分からんもんな、あんまり気にしてないね、これ加速全然ほんま変わんねん、めちゃめちゃ変わんねん、うーん、そんなあの引きちぎらんでもさ、引きちぎったんだシュレックみたいな歩き方や、シュレックこれなほら
ぎゅうぎゅうやねん。ぎゅうぎゅうよ。叩かない入れたり、きつぎゅうぎゅうになったってこと。え？そう、これが新品やね。うん。新品を叩かないと入らない。うん、で、これを入れてですね。はい。取り付けです。これだけでめちゃめちゃ変わんねえで。お前のも変えた方がええよ。もう中見てみたりサノンがどんだけあのやるとか、そう、一回も変えてないやろな。だな、一回も変えてないとどんな状態かってのは見てみたい気はする。いや、いるんなら変えろ。まあな、いつもお手て真っ黒だね。趣味よ趣味どれくらいが趣味。趣味黒いぐらいがちょうどいいね。染み込んどんのやろな、黒が。よし、でこれ掃除しとこう。汚すぎる、うん、これ見て、50周年の、うん、川崎の50周年 Z、 50周年ボロボロです。超ボロボロです。よし、オッケー。まあ見た目何一つ変われへんけど、うん、はい、今回これ交換終了。終了です。はい、まあ、皆さんもぜひ交換してみてください。はい、では。